エリクア・ホーグソン、ヘルシンキでの2007年大会にて、ユーロバンディス、ベオグラードでの2008年大会にて、アイスランドのユーロビジョンソングコンテストでは、アイスランドにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。アイスランドは1986年大会で初めてユーロビジョン大会に参加し、2017年までに30回出場している。準決勝が導入される前は、 参加を希望する国が多数となると、過去の大会成績を出場条件としていた時期があり、アイスランドは1998年大会と2002年大会では、出場条件を満たせず、大会に参加できなかった。2017年までの時点で、アイスランドは一度も優勝の経験がないものの、1999年大会では、セルマ・ブヨーンズ・ド・ハターが、オール・アウト・ブラックを歌い、 優勝のスウェーデンに次いで2位となった。また、2009年大会では、ヨハンナ・グズルンヨンス・ドッティルが、イス・イット・トゥルーを歌い、優勝のノルウェーに次いで2位となった。2004年大会で準決勝が導入されたとき、アイスランドは、前年のバーギタハウシュドルが8位入賞したため、準決勝を免除された。2008年大会では、アイスランド代表のユーロ・バンディスが、ユーロダンスの楽曲、 This is my life を歌い、2005年以降初めて決勝、進出を果たした。この楽曲は決勝で14位となった。アイスランドは2017年までに2度再開を経験している。1989年大会では無得点、2001年大会ではわずかに3得点で再開となった。シーグリザーバーインティンズドハターは1990年大会。 1992年大会、1994年大会の3回に、わたって、ユーロビジョン大会に出場している。また、セルマ・ブヨー・ンズ・ド・ハターは1999年大会と2005年大会で2度、出場。JN ・ジョゼップ・スネブ・ブヨンソンは2004年大会と2012年大会で2度、出場している。エリクワ・ホーグソンは1986年大会では、 IC の一員として、2007年大会ではソロで大会に出場している。グレタ・サロメは2012年大会に 4C と共に、また2016年大会にはソロで大会に出場している。アイスランドで大会の放送を担当するのはリーキストバペスである。アイスランドから高得点が送られた国々、アイスランドに高得点を送った国々、出典・得点の合計は、 決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。